丁寧な拍手で、はい、拍手でよ。いろんな企業さんとかが協賛になってっていう感じなんですけど、個人でこのね、最初はイベントを企画しましたね。一番最初はなっちゃん、なっちゃん一人がまずね、言い出したんです。妄想を彼女が抱き始めました。で、彼女の妄想に伝染させられた人たちがこの人たちで、みんなで力を合わせて絶対無理って言われたこの会場をいっぱいにしたんですよね。24時間テレビのエンディングみたいな。みんなで、ちょっとなっちゃん一言言うか。あ、持ってるじゃん、もうマイク。今日の思いよね。じゃあ、はい、私がいいですか。私が話させてもらって、いや、じゃあ、はい、今日は本当にたくさんの方にお集まりいただいて本当にありがとうございます。今日こうやってこのステージにですね、めちゃめちゃ熱い子を4人に来ていただいて、佐賀のみんなにたくさんのパワーをいただいて本当にありがとうございます。そして朝早くからですね、市民文化会館の方には打ち合わせとめちゃめちゃ変わってしまったりとかで迷惑かけてしまったんですけど、お付き合いいただいて本当にありがとうございます。そしてですね、今日まで一緒に作り上げてきてくれた感動やスタッフの皆さん、本当にありがとうございます。去年の10月から発起人の伊藤夏恵さんと、あと宮崎千秋さんと、あと今日ですね、ちょっと都合で来れなかった古川純子さんをと佐賀をですね、盛り上げていきたいっていう思いから企画して、そして同じ思いでそれぞれ佐賀でたくさん頑張ってる方々、活動されてる方々が次々と集まっていただきました。で、作り上げていく中では楽しいことばっかりではなく、意見が合わずに衝突したり、と今なんでこんなことが起こるんだろうっていうような悲しいことが起こったりしました。でもその中でしっかりとみんなで向き合っていく中で、一人一人それぞれが違うからこそ足りないところを補っていけるんだなっていうことを教えてもらって、みんなで力を合わせていくことの大切さっていうのを教えていただきました。いつも皆さんも言われてあるんですけど、一人一人っていうのは小さな力かもしれないんですけれども、力を合わせていくことで私たちもこんなに大きなパワーをですね、この会場で感じることができました。本当に私たちが感動させていただきました。ありがとうございます。なので今日ですね、来られた方一人一人が何か一つでもこんなことができたらいいなって思うことがあった方はぜひ一歩踏み出してみてください。そこからですね、素敵な人との出会いが広がったり、あとはきっかけが広がってくると思います。みんなで支え合ってこの佐賀から発信していけたらなって思いますので、いっぱいいっぱいみんなで感動していきましょう。それでは今日は本当に本当にありがとうございます。